はい、ひがみです。よろしくお願いいたします。はじめに背景をお話ししたいと思います。我々は、カロリー制限という方法で、健康長寿を目指すような研究をしております。カロリー制限を行いますと、代謝を改善し、抗老化、寿命延伸効果が得られると言われています。このカロリー制限の効果は、マウス、齧歯類のみならず、最近では猿、人にも好影響を与えるということが分かってきています。もう一つ、そのカロリー制限の研究をしている、そのメカニズムを調べる、最中に、脂肪組織でのミトコンドリアの活性が非常にこのカロリー制限の効果に重要であるということを見出しました。その中でも、SIRT3 という、脱亜節中華酵素に注目して研究をしておりました。SIRT3 は、ここにお示ししますように、ミトコンドリアの中の多くの酵素の、酵素活性を、この SIRT3 の脱亜節中華活性によって、酵素活性を正に制御するというふうに報告されております。我々は、下に示しますように、ウェスタンブロッティングによって、この SIRT3 の発現が、どう変化するのかというのを、カロリー制限によってどう変化するのかというのを調べておりました。で、一般に、この我々が報告するまでは、SIRT3 のカロリー制限による脂肪組織での SIRT3 の発現増加というのは、メッセンジャー RNA レベルで制御されているというような報告が出ておりました。ところが我々はそのようなデータを見出すことはできずに、ただ、タンパク質では、この下のバンドになりますが、成分資料の方のバンドがカロリー制限で増加する。また、カロリー制限のいい影響をなくす SRBP1C KO マウス、ノックアウトマウスにおいては、そのような変化は見られないというようなことが分かりました。で、この時に、私たちはこのバンドの、通常私たちが見ているこの下のバンドよりも、高分子量のところに、ノンスペと思われていたバンドが出てくることを見出し、このシフトが起こっているのではないかというふうな仮説のもと、カロリー制限によって SIRT3 のプロセッシングが更新しているのではないかというようなことを考えました。その候補として、DNA マイクロ RNA のデータから MIPEP という、因子に着目して研究を進めることにしました。SIRT3をですね、過剰発現する細胞を作って、プロテアソーム阻害剤で、見てみますと、阻害剤をで、タンパク質の分解を抑制するような経緯で見てみますと、バンドがですね、この高分子量のところ、下側がロングエクスポージャーになりますが、それから中この3つのバンドが見られることが分かりました。実は MIPEP は、後でお話しますが、MPP という、ミトコンドリアシグナルペプチダーゼによって、プロセッシングを受けたタンパク質の2度目のプロセッシングを行うペプチダーゼであるということが報告されております。ということで、SIRT3 は、2段階のプロセッシングを受ける可能性が示唆されました。実際に、カロリー制限を行いますと、MIPEP の発現は更新します。それから、MIPEP の基質と言われています COX-4、MTH2 の発現も、これ、タンパク質レベルですが、発現が増加するということが、分かりました。MIPEP をノックダウンする 3T3L1 細胞を作って、検討したところ、MIPEP が減少するのとともに、SIRT3 の発現も減少し、COX-4 の発現も、SIRT3、の発現も減少し、
すでに未ペップの基質として報告されています COX-4、それから MDH2 の発現が減少しました。COX-4 はチトクローム C、オキシダーゼサブユニット4、それから MDH2 はマレートデヒドロゲナーゼ2になります。ということで、私たちはこのようなミトコンドリアのタンパク質の活性化機構があるのではないかというふうに考えております。99% 以上のミトコンドリアタンパク質は核にコードされています。そして、ミトコンドリアシグナル配列を持って細胞質で、翻訳されて、細胞質で翻訳されたミトコンドリアタンパク質はトム・ティムですね、複合体をの中を通ってミトコンドリア二重膜を通過して、ミトコンドリアのマトリックス内に入っていきます。ミトコンドリアマトリックス内に入りますと多くのミトコンドリアマトリックスタンパク質はこの MPP ミトコンドリアプロセッシングペプチダーゼによって切断を受け活性化します。いわゆる成熟体になって活性化します。一方一部のタンパク質はこの MPP に切断された後に、再度ミペップですね、ミトコンドリアインターメディエイトペプチダーゼ、これによってこの切断によって、これはですね N 末端から 8アミノ酸を切断するというふうに、言われていますが、この8のアミノ酸を切断することによって、成熟体、それから活性化体になるというふうなことが、というふうに、考えられます。すなわち、このミペップというのは、マトリックスタンパク質のミトコンドリアの基質に存在する、いわゆるマトリックスタンパク質の、成熟、それから活性化に非常に重要な酵素であるということがと推定されます。そこで我々はミペップのノックアウトマウスを作って、カロリー制限に関する研究をしようと思いまして、ミペップのノックアウト脂肪特異的なノックアウトマウスを作成しました。そうしますと、ミペップの基質と報告されています SART3、COX4、MDH2 を比べてみますと、SART3 と COX4 はこのノックアウトによって発現が減少しました。一方、MDH2 は発現が増加しました。最終的にはこれは発現が増加ではなくて、この SART3、COX4、MDH2 ともですね、メッセンジャー RNA レベルでは発現が低下していますので、この MDH2 の増加というのはおそらく蓄積しているんだろうということが考えられます。また、ミペップがノックアウトされてますので、このタンパク質というのは減少したり、蓄積しているタンパク質というのは、こちらの野生型に比べると8アミノ酸長い前駆体であろうと。で、この前駆体というのが、減少したり、蓄積したり、おそらく分解が更新したり、蓄積しているのではないかというふうに、考えております。この脂肪組織、このマウスの脂肪組織を、調べてみますと、まずこのマウスに関して言うと、これ CT を取っておりますが、野生型ノックアウトを比べてみますと、脂肪組織がノックアウトになるとほとんど内臓脂肪、皮下脂肪ともに見られないというような状態になっていました。当初我々は、ミペップはミトコンドリアの活性にの
失礼しました。ミペッパ、ミトコンドリアの活性化に関わるということなので、ミペプのノックアウトするとかえって太るようなフェノタイプが出るのではないかと思っておりましたが、このように、脂肪組織が見られなくなりました。実際の卵巣周囲の脂肪組織を取ってみるとこのように、減少してますし、組織を見てみますと野生型に比べて、成熟した脂肪細胞というのは大してサイズは変わらないんですが、一部このように小さな脂肪滴を持ったいわゆる、リポブラストですね、と言われるような脂肪細胞が観察がされます。ということで、脂肪細胞の分化が悪くなっているのではないかというふうに考えて遺伝子発現を調べてみたところ、やはり脂肪細胞の分化が抑制されているということが分かりました。また電子顕微鏡によってミトコンドリアの形態を調べました。そうしますと脂肪細胞ではこのようにミトコンドリアのクリステがはっきりと分かるミトコンドリアが存在していますが、ノックアウトしたマウスではミトコンドリアは肥大化、膨潤化してクリステ構造が失われているということが分かりました。これも脂肪細胞ですが同様、ノックアウトの脂肪細胞ですが同様です。一方、ノックアウトした脂肪組織の中でも非脂肪細胞ではこのようにクリステが残っているというような像を得ることができました。ということで、一応ミペプの脂肪特異的なミペプノックアウトマウスは脂肪細胞においてミトコンドリアの異常が起こっているということを確認しております。このマウスを調べてみますと、ハイファットで肥満を誘導したときに肥満抵抗性になりました。こちらノーマルダイエットで若干、痩せるわけですが、ハイファットをします。で、食事誘導性肥満を誘導しますと、このように、肥満症になりますが、ノックアウトすると、この体重、脂肪組織のマスですね、量の増加が抑制されました。非常に面白い点は、このノックアウトマウスが、これ N6 で実験をしているんで、おのおの N6 で実験しているんですが、LPS に対して非常に抵抗性を示すということが分かりました。ワイルドマウスでは LPS を投与した後に3日以内に、全マウスが死亡しましたが、ノックアウトマウスでは1匹も死亡するもの、マウスがいませんでした。ということで、このマウスというのは、ある種の、刺激ですね、慢性の栄養ストレスに抵抗性である。また、急性の、LPS などに対するストレスに抵抗性であるというようなことが示唆されました。脂肪組織での遺伝子発現を見てみますと、脂肪細胞の分化、脂肪細胞の、成熟した脂肪細胞に発現が増加する、で、発現が増加する遺伝子に関しては、すべてノックアウトで減少しておりました。これは縦軸をログで撮っていますので、差は小さいように見えますが、かなり大きな変化であります。一方、GDF15、FGF21、ANGPTL16、こういういわゆるマイトカインというふうに報告されている、遺伝子に関しては、発現が優位に増加しておりました。ということで、ミトコンドリアのタンパク質の恒常性の障害、いわゆるミトコンドリアのプロテオスタシス異常によって、遺伝子が、マイトカインが誘導されているのではないかと
いうふうに考えられますので、同様に、ミトコンドリアアンフォルティッドプロテインレスポンスによって誘導される遺伝子群について、調べました。そうすると予想に反して、シャッペロンに関わるような遺伝子、それからプロテアーゼに関わるような遺伝子の発現は、一部減少していますが、ほとんど増加は見られませんでした。また ER ストレスに関わるような遺伝子群に関しても、発現の増加は見られず、一部減少するものが見られました。ということで、このマウスは、基本的に、ある種のプロテオスタシス、ミトコンドリアプロテオスタシス異常に、よって、アンフォルディッドプロテインレスポンス、ミトコンドリアのアンフォルディッドプロテインレスポンスは誘導されるものの、シャペロンやプロテアーズは誘導されない、マイトカインを選択的に誘導するような遺伝子パターンを示している、そのようなマウスではないかというふうに、マウスモデルではないかというふうに考えております。ということで、新技術の特徴、従来技術との比較ということで、このマウスは脂肪特異的にミトカイン選択的な、非典型的なミトコンドリアアンフォールディッドプロテインレスポンスが、誘導されているのではないかと。ということで、それによって多様なストレスによる細胞障害に対して有用なミトカインミックス、これは複数のミトカインという意味なんですが、ミトカインミックス、新規ミトカイン、その誘導法が明らかになる可能性があるのではないかというふうに考えています。さらに、従来は多様なですね、急性慢性ストレスに対して個別の対応が必要であり、あったと思う、ありますが、このミトカインミックスが実用化されれば、多様なストレスによる細胞障害に対して有用であることが期待できるため、救急対応や早期治療に有用なミトカインミックスをが明らかになるのではないかというふうに考えております。今お話しした内容を再度まとめておりますが、ミペップによって、ミペップの欠損によって、蓄積するタンパク質と分解するタンパク質が見られると。いずれにしても、現在このなぜ、基質が蓄積するタンパク質があって、分解されるタンパク質があるのかというのは研究を進めておりまして、ちょっとここでは発表できませんが、その理由も分かりつつあります。いずれにしてもミトコンドリアのマトリックス内で、タンパク質の恒常性の異常、いわゆるプロテオスタシス異常が起こることによって、非特異的なミトコンドリアアンフォールドプロテイン反応が起こる。その結果、ミトコンドリアから核に、ミトコンドリア発、いわゆるレトログレードシグナルといわれる、シグナルが走り、核で、ミトカイン、選択的にミトカインが発現されるというようなことを考えています。その結果、さまざまな急性慢性ストレスに抵抗性を示すようになるのではないかと。今のところ肥満症抵抗性であること、LPS に対して抵抗性であること等しか調べておりませんので、もう少し広げて、ですね、さまざまなストレスに対する抵抗性を調べていければいいかなと思っています。その結果、肥満症の治療薬、脂肪肝、それから NASH の治療薬、さらに敗血症、それから虚血再管理、心筋梗塞等の
あ、失礼しました。それから心筋梗塞等の虚血細管流障害の治療薬など幅広い、ストレスに、細胞障害に、有用ではないかというふうに考えております。繰り返しになりますが、想定される用途としては肥満症の治療薬、それから代謝改善薬、それから敗血症や虚血細管流障害などの重度な組織障害 をもたらすような疾患に対する治療薬、予防薬ですね、それから、というような非常に多様なストレスに対する急性慢性組織障害に有効であるというふうに考えられます。また新たなですね、ミトカインミックスの成分が明らかになることによって、さらに、各種、ストレス、各組織選択的な組織障害に対する治療薬開発の端緒になるのではないかと考えています。現在肥満特異的な密閉欠損マウスが肥満や LPS 抵抗性に関与することは明らかにしていますので、このストレスが、この抵抗性というのがに GDF15 というのがどの程度関与するのかということを調べるために、GDF15 も欠損したダブル欠損マウスを作成し、GDF15 の関与がどの程度あるのかというのを調べております。これは今進行中で、ノックアウトマウスはできておりますので、もう少し数を増やして、LPS 等のとか、高脂肪食負荷を行っていく予定です。それからもう一つは、脂肪細胞特異的なに、ミトコンドリアのプロテオスタシス異常を誘導することによって、さまざまなミトカインが分泌されると。その代表的なものはおそらく、血中でも増加している GDF15 でしょうということは間違いないんですが、それ以外のですね、成分を、見つけることができると思います。また、もう一つは多目試験によって誘導できる、ミペップ欠損を誘導できるマウスも、作成しておりますので、こういう繊維化細胞のレベルでも、ミペップをノックアウトするようなことができると考えています。我々はちょっと手が回っておりませんが、このマウスを使って、肝臓特異的なミペップ欠損マウスとか、骨格筋、心筋特異的なノックアウトマウス、それから脳特異的なミペップ欠損マウスな、何かを共同研究者と作っていく予定になっております。ということで、うまくいきますと、この GDF15、それから、すでに知られているマイトカイン、もしくはこれから明らかになるマイトカイン、それぞれがさまざまな臓器でこういうマイトカインの発現を調べることができますし、このマイトカインミックスがですね、それぞれの疾患にどのように、作用するのか、予防効果があるのかということを調べていくことができるのではないかというふうに考えています。企業様への期待ということでは、脂肪特異的なミペプケソマウスが各種臓器における、なかなか虚血細管流モデルをちょっと我々が現時点で作ることができないので、その辺の共同研究をお願いできればありがたいなと思っています。それから脂肪細胞におけるミペップ欠損により誘導されるミトカインミックスの製剤化、それから脂肪細胞におけるミペップ欠損により誘導される未知のミトカインの製剤化もこういうこと、さらに最近では脂肪細胞から、脂肪細胞のミトコンドリアの異常によってですね、ミトコンドリアが自身が脂肪細胞から分泌されて、いわゆるミトホルミス用の現象を引き起こすというようなことも言われておりますので、そういうことを含めて、検討させていただければと思っております。本技術に関する知的財産権に関してはすでに、特許を出願した状態にあります。
私の今までの産学連携の経歴としましては、ここに示しております。大体時間に、なったと思いますが、お問い合わせ先はこれになります。また、バイオジャパンの方でも発表させていただきますので、ご興味のある方はそちらの方に、来ていただければありがたいかなと思います。以上です。